します。メインです。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、高橋みともです。今回はベテルの撮影なんで、やってます。これはメイキング撮影ですね。ちょっと待てー、ちょっと待てー。あの愛席食堂のあのちょっと待てーボタンがあったら押したいです。ベテルの風の看板の下、看板の下、後ろ姉がさえ見てからね、大丈夫。もう少しだからこっちに行ったら、あの、うん、これありませんから、この場所はこの辺りで、言われた通りに。あ、いいね、いいね、かっこいい。あ、ちなみにもうメイキング回してます。手の下、メイキングは回してますんで。あ、待って、もう少し前に出たら、あの怖い怖い、もう少し前に出たら、現場監督が危ないです、現場監督が危ないです、狭くなっちゃうんです。分かった分かった。こっちからこう、うん、そうそうそう、あ、前、あ、いいのか、もう、あ、回します、もうめんどくさいんで。ここまで出てくると道枝さんが見てなりましたが、どうですか。はい、どうでしょう。ここまで出てる、私、大丈夫です、大丈夫です。いいよ、いいよ、いやこれどんな撮影なんですかね。裏で撮るんじゃないの。裏で撮るつもりだったんだけど、画角的な問題発生して、あと逆光なんだって。なんで、ごめんなさい、さしてください。この日光だとこれで撮るしかないです。なんでお察しください。なんかあったら皆さん入れていいです。なんで、あの監督さんもなんか指示してもらえばいいですから。やってきてよかったです。Yes。 やりたいことできるときは、やりたくないことや我慢す、あっちのカメラも押していいんですか。やるときが来ます。あれ、そのカメラ、じゃあ回しますね。これもメイキングですよ。はい、もうそろそろいいんじゃないか。いや、待ってください。それ準備するの忘れてた。三好島さんとあれね、挨拶最初。それじゃあスタートしましょうか。あ、もう回してました、あっちも。あ、いいです。もうこっちは回してます、最初から。そしたら監督どうしましょうかね。ずっと入ってた方がいいんです。ずっと入っちゃうよ。メイキングに出てる前に一回ちょっと外していただいていいですか。ちょ、メイキング組はさ、こうなんないといけないんだよ。カメラがあるとカメラが出る。あのね、監督ここらへん。そうするとね、あのね、もうちょっとこの辺にあのひょっこり入ってる感じでいいよ、うん、ひょっこりはんみたいな感じ。そうそうそう。髪は大丈夫だよ。ですか。あのガヤなんかいっぱい言ってもいいからね、声だけでもいいんだから。にじちゃんも喋ってくださいよ。エンジェル。ベテルの風チャンネルですよね。はい、こっち。こんにちは。ベテルの風チャンネルをご覧の皆様、はじめまして、こんにちは。私は宮城県石巻市長留にあります、シャローム石巻ベテルの風で就労訓練を受けることになりました。三好島大と申します。私は一昨年2019年の2月に入所いたしましたので、今年の2月をもって、失礼しました、3月をもちまして3年目を迎えることとなりました。普段私たちはメール便の仕分けは配達、そして缶詰の、在庫整理や発送に向けての缶詰の準備などをして、工賃を稼ぐためにそのような仕事をしています。私は小学生の頃、習い事でサッカーや水泳などを習っていましたが、習い事以外にも遊びで野球をしていたという過去がありまして、
野球も、小学生の頃の少年野球のチームも、同じ学年の子と一緒に草野球を親しむ機会がありましたので、久しぶりに、素振りをして、このような動画を、撮っていただくということを私自らが望みまして、このように撮影をされることになりました。今回、直接仕事と関係のないことではありますが、普段、こんなふうに楽しく過ごしているということをですね、少しでも分かっていただければと思い、撮影を受けることとなりました。突然ですが、素振りを、見ていただきたいと思います。あまり教科書通りな上手な素振りではないかもしれませんが、そこはどうか、ご理解いただいて多めに見ていただければと思います。それでは素振りを始めます。いいぞ。こういう感じのかや入れてください。OK です。いかがだったでしょうか。2年ぶり3年ぶりに、素振りをしましたので、だいぶ感覚が鈍っていたかと思いますが、非常に楽しく振ることができました。全く関係のない動画になってしまいましたけれども、普段こんな感じで、休み時間の時に最近素振りをするようになりましたので、これからも続けていきたいと思います。以上、ベテルの風シャローの石巻の紹介動画を広島が、担当いたしました。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。一発 OK な。うん、一発 OK。 よかった。あの、正直言っていい、俺正直言っていい、これ一発撮り、あのね、1時間くらいかかると思ってた俺。全然いけますよ。今の練習ですよね。練習じゃないよ。でも今音声入っちゃったじゃないですか。今は止まってます。いやいや、パチパチパチとかが、あの、だからガヤ入れていいって俺が言ってんの。そこはあの調整はできるので、あ、大丈夫です。だからあの、これも多分使われるけど、あの、ガヤとして皆さん入ってると思ってください、基本。ちょっと別の意味でね、庄司さんのね、庄司さんの写真を撮っておきたいんですよ。かしこまりました。ちょっと、あそこの拍手がないと。拍手が、前に人好き、だから人いないと、だから、あんまりいないと思われるの嫌だから、あの、皆さん、ガヤとして入ってね、うまいとかそういう感じだけでいいから。あの、ガヤとして入ってくんないとさ、動画成り立たないでござんす、サブちゃん。ドクロマック、監督のやつやらないの。ダメ、ほんの。じゃあ、監督。マジ、大乗ってないんですけど。あんま書いてないですよ、ほんとに。じゃあ、このまま、撮影の裏側マウンで回します。はい。あ、そうか、かけられるの忘れてたわ。三島さんのもう一回撮影しますよね。そっともう一回あれしますね。仕事して撮れます？撮れます、撮れます。もう一回撮りますよね。本人が今ので OK でしたら、全然僕はいいと思ってます。うん、ただね、ご視聴ありがとうございましたね。エンディング用だから。あ、でもいいじゃないですか。そこを編集でカットはできるんで。うん、じゃあカットしてもらって。意外だったね。うまかったね。話すごいうまかったですよね。あ、話も。じゃあメイキングどうしよう。だった。うん。すごい格好だった。うん。あの、私の言う長寿で言わないんだけど、いいの？いい。後でまた今回次回。今回今ここで言っていいよ。もう一回撮りたいんですけど、現場監督に、これの監督に行かないといけないので、監督。じゃあ監督どうします？テイク2。テイク2。そのとこ。もう一回、もう一回撮ってほしいですか。だからさ、もうさ、正直言って、ちょっと待って、一回止めていい？はい。それはすでにスタンバイできてるので、いつでも。こっちはもう回してます。庄司さんどうぞ、最初。
現場監督の通称庄司さんです。よろしく。はい、三島さんの方 OK ですよ。今回は、ウェゼロのチャンネルの、裏側です。エテルの風チャンネルをご覧の皆様、はじめまして、こんにちは。私は宮城県は石巻市長留にあります、シャローム石巻ベテルの風で就労訓練を受けてまいりました三ノ島大と申します。年は今年で31歳となります。一昨年の2月に入所いたしましたので、キャリアとしては、2ヶ月前の、2月で3年目を迎えました。私普段ここの作業所ではメール便の、下請けといたしまして、地図の ルートの行き方の、行き方を話し合ったり、住所を調べてですね、住所ごとにまとめて、配達する順番を決めたり、実際に配達をするといった業務を担っています。また缶詰など、石巻市内の基幹産業である水産加工会社の 水産加工品の缶詰、魚や貝などですね、そういった、牡蠣などや鮭やサバ、イワシ、サンマなどの魚を扱った缶詰の下請けをして、商品を発送する準備を、下請けとしてやっている、そんな事業所でもあります。私の趣味は、子供の頃はもともとサッカー少年で、親に勧められて水泳などをトレーニングとしてスイミングなどもやっていましたが、習い事とは分けて別に、小学校の頃の草野球チームの子供たちや、1学年上の先輩たちと草野球を、かじってやることもあって、久しぶりに野球の素振りをしてみようと思い、今回このような動画撮影を、されることとなりました、していただくこととなりました、突然ですが、韓国から、韓国に住んでから行った時、3年ぶりか4年ぶりに素振りをしますので、かなり感覚は鈍っているかと思います。あまり、美しいフォームで打つことはできないかもしれませんが、そこのところの、フォームの美しさは叱らず多めに見ていただければと思います。それでは素振りを始めます。もし私のバッティングを見てあまり上手じゃないよって思うことがあったら、批判をしていただいても構いませんが、あまり、叩きすぎないようにですね、お願いします。質問にお答えすることはできません、ご了承ください。そっちじゃない。打ってますね。みのしまさん、それ危ない。私のバッティングの素振りはいかがだったでしょうか。すごく見て気持ちよく見られたという評価をいただけたら、こんな嬉しいことはありません。次回もこういったスポーツの動画などどんどん撮影を受けてまいりますので、ぜひチャンネル登録や視聴の方、興味のある方は引き続きお願いいたします。以上、シャローム石巻ベテルの風三ノ島が、動画を撮らせていただきました。担当いたしました。ありがとうございました。失礼いたします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。無理だな、これは撮影、これは遅れねえな。しかも長いし、しかも話すの長い。そんなことない、そんなことないんだけどね。
白いカメラのバッテリー切れ。2回目の方が緊張した、2回目の方が緊張しました。緊張し た、ね、張したっていうか余計なこと喋っちゃった、バッテリー調子に乗っちゃった、緊張したというか、あれ何すればいいだけなの、いうよりは調子に乗って舞い上がってしまいました。あ、置いてきますね、ちょっと。